まあ、やっぱり練習から厳しいですし、練習量も多いですし、まあ、ハードワークは絶対な監督かなと思って、はい、やってます。まあ練習の量が多いということは、まあ、試合に、出てなかった時とかの時は非常にコンディション良くて、ゲームに入ってもすぐ体が馴染む感じはありましたね。まあ、やっぱりリスクをね、リスク管理をしっかり、まあ、やる監督かなと思って、まあ、僕のポジションだとすごいそれが非常に大事ですし、声かけながらやれればなと思ってやってました。まあ非常にもったいないですし、まあ、ここ最近は少し失点を重ねてますけど、その前の試合はね、1点取ればとか、まあ、2点取ればとか、まあ、本当僅差、チャンスはあるけど決まらないっていうのもありましたし、まあ、そういうところをしっかり、勝ち点差をね取り切れるチームならとは思いました。やはりね、これ勝てば4位になれるとかっていう時もあったんで、まあ、やっぱりあの勢いのままに行きたかったなというのは正直あります。ボール見て、あのゲームが切れたらボール見てなかったりとかっていうのも、そういうシーンもあったんで、まあ見てない選手だけじゃなくてね、しっかり僕もねコーチングができればなと思ってましたけど、まあやっぱそういうところの集中力とかがね、なければやっぱりゲームは勝てないかなと思います。まあ早く300試合には行きたいなとは思います。まあ、出てない期間もね僕は多いですし、まあ、プロに入って、ね、2年3年はそんな出てないので、まあ出てる時も出てない時も、最善の準備をするっていうのは、まあ、常にこの11年は心がけてるかなと思います。それがスタートであってもサブだったとしても、メンバー外だったとしても、まあ、チャンスが来ると思って準備は常にしてるかなと思います。とりあえずここまでやれたかって感じですかね。ここまでは掘れるのか分かん、半信半疑。本当2年間多分最初出てないですし、まあなんかここまで来たかなって感じですかね。まあその大宮から浦和に環境を変えた時に、まずはやっぱりクラブの規模が大きいですし、まあ、ここに来たことによって、まあ、僕だけじゃなくてね、僕だけじゃないっていうか、僕じゃなくてなんかすぐなんか取り上げられるなとか、そういう感想を持ちましたし、まあやっぱり有名なクラブだ、有名っていうか日本で言ったらやっぱり上のクラブだと思うんで、まあやっぱ選手のレベルも非常に高かったなと思いましたね。まあ前よりはまあ出てきてはいますけど、まあもっともっと出していかないとかなとは思いますけどね。やっぱり選手やっぱりゲームに出たら変わると思うんで、まあ、その流れでこう変わってきたのかなと思います。
まあ合ってるかどうかわかんないですけど、まあポジショニングとか位置とかはちょっと気にして、プレーするようにはしてるんですけど、そこを間違えないようにというか、そこにいればまあ攻撃も守備もね、スムーズにいけるような位置取りっていうのを意識しながらはやってるんですけど、例えば自分たちが攻めてる時であっても、いい位置取って、まあ攻撃にも関与できる場所、守備になったらすぐ行ける場所とか、まあそういうのを考えながらプレーをしてます。まあでもやっぱりグラウディオラのサッカーが好きなんで、まあシティの試合をすごい見て、まあちょっと今は打ちたフォーメーションは違いますけど、アンカーに入る人のプレー見たりとか、ちょっとインサイドハーフの選手のプレー見たりとかしてて、ボランチの、いいボランチがいるチームの試合はちょっと見るかもしれないです、あと。シティはでも、シティのグラディオラのサッカーが好きになったっていうのもありますし、もともとちょっとシティが好きで見てて、でよりグラディオラになってちょっと強くなったし、安定感が出てきてきたのか来てたんで、まあすごい勉強になるなと思って見てました。まあどっちでもそのチームのスタイルもありますし、どっちもですかね。どっちにも良さがあるっていう。後ろはゼロで、点取るのかっていう感じですかね。シンプルかなと思います。僕はその、ポジショニングで人を連れたりする人とかいるんで、そういうのみんな好きなんですよね。でもシティのサッカーとかはそれに近いかなと思います。そのアンカーのポジションにいるフェルナンジーニョとかはそういうのが多いかなと思って見てます。いや、まあ意識はしてますけど、自分がボール触るときと、こう人を釣るときと、そのポジショニングの位置と、そこにいるだけでとか、そこを少し動いただけでそこが開くんだとか、そういうのみんな好きなんです。自分がで、まあ触らないけど、ああいけたんだとかは思う。ああで、こいつが、僕がここにいたらこいつがここに来るんだとかは見ながらやるようにはしてます。まあ、ちょっと最近は、あまりできてなかったかなとは思うんで、それがね、できればいいかなと思いますけど。まあでも、毎回思ってますよ、毎試合毎試合、それは。まあ、勝っても負けても、そうじゃないんだよなとか、まあ、こうしたらとかっていうのは思うんで、そこがまあ気持ち悪いなって思いながら帰ったりします。やっぱりすごいなと思いますね。まあ今年はないですけど、まあいつもね、サイスさんに来てくれる人非常にありがたいんですけど、やっぱ去年とか ACL とかあって、ああここまでこう来てくれるんだとか、やっぱアウェーに行った時も応援もね、非常に大きいですし、すごいなと思いますね。いや、だけどだからこそなんか申し訳ないなって思ったりとか、
勝てないとね、っていうのもあります。まあやっぱり現実的に言えば、優勝がねあるのは天皇杯かなと思うんで、そこが本当必ず取りたいなとは思いますし、まあ、リーグの方は少しでも上に行けるように、いい形でシーズンが終われるようにしたいなと思います。ACL 楽しかったんで、いや、まあ、また出たいですね。ACL ね、準決勝あたりくらいからすごかったんで、まあ、やっぱ常にね、ああいう雰囲気にしたいなと思いますけど、まあ、まず、ね、勝ち点も近いですし、まあ、ここで僕らが、ね、勝ち点3を取らないと、まあ、どの試合もそうなんですけど、マリノス戦だけじゃなくて、まあ、ここからの9試合はもう終わってしまったことはしょうがないんで、必ず勝ち点差を取りたいなと思います。しっかり勝ち点差を取りたいと思うので、一緒に戦ってください。応援よろしくお願いします。